してください。この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。
こっちの声は聞こえているか。調子に乗ってると足元を救われるぞ。ひとせ、そっちはどうだ。およ、なんか画像データが乱れてんな。おいリュウジ、俺の顔ちゃんと見えてる？どっちは問題ない。エリカ、お前はどうだ。見えてるよ、お兄ちゃん。そのこと、エデンとの画像通信ラインにだけノイズが走っているみたい。デジタルウェーブの異常かな。音声通信は問題ないの？なら仕事に支障はないな。うん、でも特殊な防護フレームのエリアとか頻度の高い階層ではやっぱりやめた方がいいんじゃない？優しいね、お嬢は。新人君が心配なわけ？そういうんじゃないから。言ったはずだ。リスクは覚悟の上だ。仕事を始める。全員ターゲットは分かっているな？おいおい、もちろんバッチリ把握してますよ。標的の名は志賀陽次。どこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、ここ数ヶ月アカウント狩りで相当な荒稼ぎしている。クライアントはエデンを騒がすハッカーを許さない。奴らは志賀への制裁をお望みだ。見つけ次第ボッコボコにしてアカウントを破壊しろっていいんだよ。同じアカウントで二度とエデンにログインできないようにさ。事実上楽園からの追放ってわけ。悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌を下す。腕が鳴るね、こういう。私たちはあくまでサポートだよ。まあもう分かってるって。気分の問題だよ、気分。まずはクーロンにいるハッカーから滋賀の情報を集める。ひとせ。はいよ、待ってました。ちゃ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 ーん、俺様特製マルウェア、ハチドリちゃん。聞いて驚け。このマルウェアは至近距離に近づくだけで対象のデジバイスを一時的にハッキングできるんだ。聞き込みで怪しいやつを見つけたら使ってみな。リアルでもこっちでも情報収集は俺の得意分野だぜ。お前がチームに入った暁には何でも教えて死んでよ。もう一度言うが、これはテストだ。てめえの覚悟、俺と。おっ、やる気は十分。お手並み拝見。
俺だ。お前のことを探っている奴がいるぜ。この伝言を聞いたら連絡をくれ。何か分かったか。上出来だ。そいつはシガとつながりがある。警戒されると厄介だぜ。どうする。すぐに奴の居所を知る必要があるな。エリカ30秒ちょうだい。お前の仕込んだハチドリちゃんを経由して通信相手、つまりシガの位置情報を割り出したんだぜ。通信記録から逆探知をかけて相手の端末情報を拾って。見つけたよ。そのエリアの最奥にいる。ご覧の通り。早いだろ。解析処理に関しちゃお嬢が一番さ。やつは近い。落ち合って追い詰めるぞ。俺も行こっか。いや、二人で十分だ。じゃあ俺とお嬢は高みの見物だな。頑張れよ。そこで待機してろ。すぐ行く。お兄ちゃんがいるからって油断しちゃダメだな。別に心配してるわけじゃないけど、気を抜かないこと。あとは私がこういうこと言ったってお兄ちゃんと千歳には言わないでよね。なんか恥ずかしいから。お嬢、俺たちまだ通信切ってないけど。わざわざ言うな、バカ。いるの分かってたの。珍しいな、お嬢のこんなドジ。お前がチームに来たら面白くなりそうだ。期待してるぜ、未来の新人くん。私は君のアカウントを買ったとおぼしき人物を知っている。その男の名は志賀陽次。アカウントを取り返したいのなら奴を当たってみるといい。なぜこんなことを君に伝えるか。話は簡単だ。私はエデンで起こる蛮行を許さない。私はエデンの守護者なのだ。これは一種の人助けだ。信じる信じないは君の自由だがね。本当にやるのか。ハッカー、犯罪者を捕まえるなんて俺には賛成できないよ。その K ってやつもハッカーなんだろ。なあ、お前がハッカーじゃないってことは誰よりも親友の俺が一番分かってる。それじゃあダメなのか。本気みたいだな。それなら止めないよ。でも俺にも協力させてくれよな。クーロンって知ってるだろ。ハッカーの溜まり場になってるエデンの廃棄エリアさ。そこに闇マーケットって言われる場所があるってネットで見たことがあるんだ。闇マーケットではいろんなハッカーたちが集まって情報交換をしているらしい。そこに行けばそのシガってやつの情報が得られるかもしれない。どうだ、一緒に探ってみないか。
そこのモブ側。おお前だよお前。お前しかいねえだろうが。モブ側の自覚なしかよ。お前、マーケットは初めてか？そんなとこだろうと思ったぜ。おのぼりさんって感じだもんな。聞きたいことがあるって？そうだな、買ってくれるんなら答えてやらないこともねえな。何を買うって、そりゃもちろんデジモンだよ。それ以外何があるって言うんだ。ここはデジタルモンスターを売買するマーケットだぜ。その売人である俺に物を尋ねるなら金を落としていくのが筋ってもんだろうが、そんなことも知らないで来たってことはお前新米だな。多いんだよなお前みたいなやつ。そういや最近デジモンキャプチャーをばらまいているハッカーがいるって噂を聞いたな。どうせお前もそいつからわけもわからずキャプチャーをもらった口だろ。デジモンキャプチャーっていうのは、まあ簡単に言えばデジモンを手に入れるための便利なツールってところだ。デジモンプログラムを見つけたらまずはスキャンで解析データを手に入れる。キャプチャーは無制限にこの機能が使用可能だ。だがこれだけじゃデジモンは使えねえ。その後手に入れた解析データをコンバートする必要がある。コンバートでデジモンプログラムを電脳空間に実体化させ、初めてデジモンを使うことができるようになるってわけだ。間違えるなよ。コンバートを実行する機能はデジモンキャプチャーにはついてねえ。その技術はハッカーが自分自身で編み出す必要がある。でけえチームはハッカーの暴走を抑制するためにこの技術が広がるのを制限してんのさ。ま、てめえでできなきゃどっかのハッカーチームにでも入って教えおこんだな。そこからかよ。まったく仕方ねえな。デジタルモンスター、通称デジモン、俺たちハッカーが扱うハッキングプログラムだ。誰が作ったんだか、何年か前からこいつらがエデンに現れるようになった。ハッカーはそいつらを捕まえてハッキングツールとして利用してるってわけだ。珍しいデジモンは高く売れるからこうして商売にもなるってわけさ。一世代前のハッカーはデジモンを使わず独自のツールでハッキングしていたらしいが、今時そんなめんどくさいことをするやつはただの物好きだけさ。さてこんだけ教えてやったんだ、当然何か買っていってくれるんだろ。で、いくら出せるんだ。お前ふざけてんのか。それじゃ一体だって買えねえよ。それか、それは廃棄品だ。売り物じゃないぜ。長いこと買い手がつかなかった奴らでよ、容量がもったいないから削除しちまうのさ。ま、新米にはお似合いかもな。あんなんでいいならさっきの値段で一匹くらい売ってやるぜ。そいつにするのか。じゃあデジモンキャプチャーを出しな。落としてやるからよ。ん？なんだ？はあ？なんでそんなことをお前に言われなきゃなんねえんだよ。ここのやり方にケチつける気か？あ、素人が。ちょっと優しくしてやったら調子に乗りやがって。なんだお前、よく見たらデジモンキャプチャー持ってねえじゃねえか。冷やかしかよ。これじゃ一文の得にもなりゃしねえ。余裕しゃくしゃくかこら。
ずいぶん舐めた真似してくれるじゃねえか。ああ頭に来たぜ。ちょっと痛い目見てもらおうか。デジモンも持たずにこんなところまで来た自分の浅はかさを恨みな。何の騒ぎだ。見ればこいつどう見ても仇のガキじゃねえか。投資を相手にデジモンで喧嘩か。そいつはどうも大人げねえな。口を挟むんじゃねえ。こいつが廃棄品の扱いにイチャモンつけやがったんだ。廃棄品面白い。ここは俺が仕切らせてもらうぜ。はあ？お前いきなり出てきて何言ってやがる。デジモンキャプチャーだ。やるよ。それがなきゃ始まらねえからな。ハッカー同士の喧嘩ってやつは。何をビビってやがる。俺たちハッカーが揉めたら解決する方法は一つ。デジモンを使ったバトル。ここでハッカーの縄張りであるこの空論で誰かに喧嘩を吹っかけるってのはそういうことだ。このやり方が不満なら出ていく。どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろう。逃げても攻めやしねえよ。こいつにも手出しはさせねえ。だが逃げるならデジモンのことは諦めるんだ。どうする。お前が決めろ。肩着にしちゃいい度胸だ。お前と戦いたいとよ。スキャンもコンバートもしてないプログラムに懐かれるなんて妙なこともあるもんだ。だがこれで手間が省けた。あとはおい、あんた調停役じゃないのかよ。数を合わせないと不公平ってもんだ。これで条件は互角だ。始めようぜ。ハック開始だ。悪くなかった。勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え勝った方の主張を通す。余計なことしやがって。何なんだよお前。どこのチームのハッカーだ。おい、やめろ。そいつは三島隆二だ。三島って、いや、あの、すまない隆二。こいつあんたの顔を知らなかったんだ。俺たちマーケットはザクソンやあんたたちと敵対する気はない。構わねえよ。俺は水郷で手を貸しただけだ。この件はこれでしまいだ。いいな。ああお前もだ。今回は手を貸してやったが、よその縄張りを荒らしてしのぎの邪魔をするんじゃねえ。どんなもんであれしのぎはしのぎだ。クーロンはこういう奴らの存在で成り立っている。それを手前勝手な正義感で荒らすのは野暮ってもんだ。分かりゃいい。
騒がせて悪かったな。お前も来い。